関東にあるラウンドワン店舗ごとの攻略法を含むおすすめ台と絶対にプレイしていけない辛口台をそれぞれ紹介していきます。こちらのフィギュアは今の一手目でお気づきの通り、アームパワーがしっかり入っています。十分に期待できるでしょう。二手目も目を疑うような池袋店にふさわしくないアームパワーです。ちなみにこの池袋店、過去の動画で特集していますので、そちらもぜひご覧になってください。当チャンネルのお得意様であります。ベネクス店様と遜色ない高設定かと思います。ただし、アームパワーが強すぎて、景品が上に上がったり、下に落ちたりと、手数が増えてしまいました。それでも、高設定ですので、安心してプレイできました。フィニッシュのお時間が来ました。ちゃぶ台返しでゲット。続いてもフィギュアの台です。このお店そんなにフィギュア取れるの？と思うかもしれませんが、安心してください。この2台だけです。残りの台は辛口台です。そういえばこの池袋店、数ヶ月前に来店した際は撮影 NG でした。今回はお店の前を通ったので、ダメ元で店員に伺ったら、撮影 OK でした。店舗によっても、店員によっても、異なることを言うみたいですね。こんな感じで掲示板に書き込みされると、店員さんも大変ですね。フィニッシュのお時間が来ました。押し掛けで、ゲットです。次の台はラウンド1でよく見かける台です。当チャンネルではおなじみで、別の動画でも攻略法を出しています。攻略法は、奥の移動をしない、最速手前を狙ってください。景品は見づらいですよね。こちらになります。グミですが、食感は今までに食べたことがなく斬新で、肝心の味は大変美味しゅうございました。小さなお子さんは苦手かもしれなく、どちらかというと大人の女性が好む味かなと思いました。ここからは辛口台となります。ダイジェストでお送りします。2店舗目は東京の町田店に来ています。クレーンゲームの台数はそんなに多くなく、お菓子の台もあまりなく、大きいぬいぐるみ台が多かったです。今プレイしているペラワ台は、
輪の中に爪を入れなくてもしっかりと取れます。寺輪のくぼみに引っ掛けたりついたりした方が獲得する近道になります。2個目も狙っていきます。寺輪台は一発で取れなく何手かかかるのがくせ者の台です。このように徐々に徐々に前に移動させていくスタイルとなります。思わずいいねを押したくなる一撃です。右手前の景品が積んでいるこの形最高にいい。3個同時に獲得です。先ほど見たく景品をついてみます。寺輪に入れてみます。寺輪に入れた位置が後ろのため上に積んでいる景品が後ろに落ちてしまいました。前に落ちた景品は獲得口が狭いため獲得できませんでした。左に積んでいる景品を狙います。いい位置に爪が入りましたが上の景品は後ろに落ちたり寺輪の景品はなぜか横に移動したりと獲得できませんでした。左奥に積んでいる景品を狙います。寺輪の景品は前に落ちましたが獲得口が狭いため獲得できませんでした。下降制限で景品に触れられないので景品を補充してもらいましょう。左手前の積んでいる景品を狙います。先ほど見た同様の光景です。左奥の積んでいる景品を狙います。先ほど見た同様の光景です。ですがこの横に移動するこそ後のプレイで活躍することになります。右奥の積んでいる景品を狙います。大量に崩れ落ちましたが獲得口が狭いので2箱のみのゲットとなりました。ここからは辛口台となります。ダイジェストでお送りします。